お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。わあ嬉しい。時代は音楽の熊本と申します。本日はインタビューを心よく受けていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。うわあ嬉しいです。ありがとうございます。お会いできて。なかなかだって地蔵アルファさんはこういうインタビューみたいなのってなかなかねえ受けていただいたりしないです。すごいな、嬉しい。今回は、いろんなこと聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。まずですね、もう今本当に時代をときめく、パリパリチョコレートアーモンドライスというね、もう本当に、風雲児みたいなバンドですけども、このバンドをこの結成された経緯みたいなのって教えていただいてもいいですか。このパリパリチョコレートアーモンドライスというバンドを組んだ経緯を教えてください。何でも本当に簡単なものでいいというか、いや、すいません、すいません、こちらこそ。じゃあ、地蔵アルファさんと、ギターの、その、リーダーでもある、ヘコキラムシさんとの出会いっていうのは、同級生っていうのをお聞きしてたんですよ。中学校のヘコキラムシさんとは中学の同級生ですよね、地蔵アルファさんが。その時の出会いの話みたいな。出会いです。ヘコキダムシさんと、中学でお会いしたということで、その時のお話をあまりしたくない中学校の時の話、同級生、同級生というのをお聞きして、それは同級生の出会い、ヘコキダムシさんとお会いしたそのお話を。ヘコキダムシ、すいません、すいません。すみません、ちょっと難しい質問だったと思います。申し訳ないです。同級生、同級生です。同級生って。同級生ですよね。はい、同級生。では、そうですね。すごいやっぱ世界観が特徴的だと思うんですよ。パリチョコっていうのは。すごい世界観が今の若者にぐさっと刺さってるということで、地蔵アルファさんが基本的に全て作詞されてる。大丈夫ですか。世界観が、あそこ、すいません、すいません、そこがあまりお気に召されなかったですかね。世界観がすごく独特で人気がある。ピンと。あまり意識されてない。あ、いや、何も書いてないです。まだ何も聞いてないんで。地蔵アルファさん。地蔵アルファさんが基本的に全て作詞をされてますよね。それはそうですよ、まず。で、歌詞を書く上で、すごい気をつけていることというか、なんかこう伝えたい皆さん、ファンの方へのメッセージとかって何があったりするのかな。世界観。世界観は書いてないです。何もまだ何も聞いてないので。はい、世間的に例えばパリチョコっていうバンドを表すときにすごい、独特の世界観で人気みたいな。地蔵アルファさんが基本的に作詞されてるんですか。ごめんなさい、もうちょっと一旦ちょっと質問を簡単にしてどんどん答えてもらう感じで、好きな食べ物を聞いてもいいですか。あ、飴。
はい、飴。飴ですか？舐める飴。飴がお好き。へえ。ありがとうございます。好きな動物って。いいね。飴は結構舐められるんですか？飴は結構舐められるんですか？どうしよう。どうしようかな。あ、実はアルバさん、すいません。僕入社して、2年目になるんですけど、初めて通った企画が地蔵アルファさんへのこのインタビューで、あの失敗したらもうクビになっちゃうかもしれなくて、はい、なんでちょっと本当にお願いだからお話を聞かせていただいてもよろしいですか？いやいや、こちらこそ本当に大好きで、本当に地蔵アルファさんがで、この企画が通った時も本当に嬉しくて、これうまくいかなかったら本当あの表紙ともうメイン記事のつもりなので、今回参ったな。どうしよう。高いところ苦手。ありがとうございます。ではこれだけは絶対聞いて帰りたいんですけど、新曲である、あの空に見える君の名前は夢のようだけど夢じゃない、もう素晴らしい曲だったと思うんですけども、本当になんかあの私としては地蔵アルファさんの昔の経験談でできた曲なんじゃないかなぐらいに思って、それについてどうかなっていう。経験、あの、空に見える君の名前は夢のようだけど夢じゃないっていう新曲が、経験談なんじゃないかなと思って、はい。本当に地蔵アルファさんですか？めちゃくちゃ大丈夫ですか？体調悪く、すいませんすいません、本当中止しましょうか一旦。高い、まさか、あのすいません、これ使ってもらっていいですか？あのすいません、地蔵アルファさんの、バンドメンバーであるヘコキムシさんと出会いは？違う、あの同級生です。あ、同級生で、はいはい、出会いは僕があの、はい、ウサギ小屋探してあさってて、はい、で僕があの、お前そんなんじゃウサギ寄ってこないとって、僕こうやったらめちゃくちゃ寄ってきたんで。なるほどなるほど。その時にあの友達になりました。地蔵アルファさんは全部作詞されてるじゃないですか。その作詞されているそのテーマというか、その皆さんに伝えたいことみたいなのあったりするんですか？伝えたいこと自体はもう皆さんの、まあ、あの日常に潜んでるちょっとした辛いこととか、まあ、辛いことがこうしんどくなったなって時に、こうしんどい時に0を1にすることは僕たちはできないんですけど、1を10にすることはできるんで、君が一歩踏み歩いたその時に僕らの曲聴いてもっともっと先に進める、そういう人たちになってほしいなっていう気持ちで。なるほどなるほど。人の気持ちは0、1はできないけど1、10にすることは僕らですよ。じゃあ新曲である、あの空に見える君の名前は夢のようだけど夢じゃないという、その曲を、僕は体験なんじゃないのかなと思って聴いてみたんですけど、その点についてどうでしょうか？これ自転車で僕はもうずっと東京の道をまっすぐ歩いてたんですよ。その時に青空がバーって光ってて、まあ、このまま空に飛んでみたらめちゃくちゃ気持ちいいんじゃないかな、はい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 、でその時に自転車をちょっとだけ速く動いてみたんですよ、はいはい、そしたらいつもより全部の信号がうまくいったんですよね、はいはいはい、で全部の信号がうまくいったあれこれいつも全部止まったと、ただちょっとだけスピード上げただけで全部の信号が青くなってる、はい、あこれ自分が歩くスピードちょっと変えるだけで世界がこんなに変わるんだったら、自分自身をちょっとだけ変えるだけで周りの人も変わってくる。素晴らしい。それでやっぱそうですね。でそれにかつどんどん空が綺麗に見えてく、見えてくし自分も変わっていく、だからあなたの歩くスピードをちょっと変えるだけで、出会う人も変わる、もちろん。素晴らしい気持ちです。はい、ありがとうございます。自動アルファさん、では時間あの判決もあるようですが、あちらであの写真撮影の方あの表紙を行いたいと思います。あちらでどうぞよろしくお願いします。すいません、もっと低くして、1低くして、はい、行きます。ありがとうございます。ちょっと待って、怖かった。